ええ。神殿の最奥部にたどり着くためには結界を通らねばならず、そこを通過するには守護竜の血肉を取らねばならない。取らずに通ろうとした場合、たちまち狂気に侵されてしまう。だったな。カリカルは大丈夫だろうか。それじゃあ早速食べるとしましょう。カリカロ、顔色が悪いけど大丈夫？ああ。無理するなよ、カリカロ。心配しなくても、これくらい平気だ。さてと、私が美味しく調理してやるから、ちょっと待ってろよ。ごちそうさまでしたわ。これで大丈夫ね。前よりも食べやすかったな。それじゃあ採用の間に進みましょうか。ええ。今度こそ竜と魔女の秘密を解く鍵が見つけられるといいのですけれど。気合い入れて探さないとな。ちょっと待てよ。今回は何事もなく結界を通り抜けることができたようだな。ええ、そうですわね。結界？あ、はあ、しまった。何？どうしたのよ。入ってくるなり大声出しちゃって。まずい。みんな急いで私から離れろ。え、カリカロ急に何を。バカ、何をグズグズしてるんだ。取り返しのつかないことになっても知らないぞ。カリカロ、どういうことだ。説明してくれ。ごちゃごちゃ言ってる暇はないって言ってるんだ。私はもう。落ち着いてくださいな、カリカロ。あなたも私たちも無事ですわ。何も起こっていませんわよ。は？あれ？なんで私、狂気に侵されずに済んでるんだ？ちょっと、どういうこと？まさか、竜の肉を食べなかったの？ああ、そうだ。このところ、体内で竜がうごめくのを感じて、ためらっていたら置いていかれそうになったんで、ついそのまま。そんな、大丈夫なんですの、カリカロ。これは一体どういうことだ、シャロロッタ。そうね、納得のいく説明が欲しいわ。神殿採用の間の結界を通り抜けるためには守護竜の血肉を取る必要がある、そういう話だったんじゃなかった？シャルロッタ、何も説明がないのなら、俺たちはこれ以上付き合えないぞ。ああ、もうちょっと引っ張りたかったのにな。こんなにも早くバレちゃうなんて。やっぱり、何かを隠していたのね。いいわ。そんなに知りたいって言うなら、教えてあげようじゃないの。この世界の真実を。ただし、やっぱり聞かなきゃよかったなんて泣き言は聞かないから、そのつもりでどうぞ。世界の真実。ええ。まず最初に言っておくけど、魔女にかけられた呪いを解く方法があるのは本当のことよ。そしてここからが本題になるけど、バーネリアは竜そのものなの。正確な言い方をすると、この星そのものが竜であり、原初の竜バルニールなわけね。何？おいおい、またよくわからないこと言って煙に巻こうって言うんじゃないだろうな。星そのものが竜だなんてありえますの？まあ当然そういう反応になるわよね。でも最後まで聞いてちょうだい。バルニールは
ここ数百年で寿命が近づいてて、だんだん力を失ってるのよ。それでこのまま死に至る予定なわけ。ヴァルニールが死ぬとどうなるかわかる？いや。この星も死ぬ。つまり世界が終わるわ。そんな。もしかして生命の宝玉に新たな命が宿らないのはヴァルニールの寿命が近づいているからなの？いいえ、あなたが以前言っていた通り、デスカルネヴァーレのせいよ。本来ヴァルニールは寿命が近づくほど子孫を残そうとするものだもの。その中から新たな星となるべき竜、聖竜を生み出すためにね。にわかには信じがたい話だな。この星自体が竜だなんて。俺は憎むべき竜の上で生きているのか。ともかくこの世界を滅ぼさないためには、ヴァルニールが死ぬ前に次の聖竜を生み出さなければいけない。星となり世界を回していくために高い知性を持った竜をね。高い知性って、竜がそんなものを持つわけが。あら、そうかしら。現にさっきの守護竜はどう？確かに言葉を喋っていましたわ。竜が生まれる際、魔女の魂は竜に取り込まれて消滅してしまう例がほとんどだけど、ごく一部の例外として魂が消えず魔女としての記憶と知性を持ったまま竜と化すことがあるわ。それが聖竜となる素質なの。つまり魔女とは本能のみの生命体である竜に知性を宿すための器官に過ぎないのよ。な、何を言っているんだ一体。魔女はただの器官に過ぎず、竜が本体だというのか。さて、ここまでが世界の真実。そしてここからが魔女にかけられた呪いを解く方法よ。正直理解が追いつきませんわ。一体どうすればいいの？聖竜は世界であり、断りそのもの。聖竜が望むなら魔女の呪いは消えるはずよ。それは一体どういう？つまり魔女の呪いを解くには誰かが聖竜になるしかないってこと。あっけに取られてるみたいね。聖殿の守護竜は知性のある竜だったでしょ。あなたたちにあの竜を食べさせたのはその力を取り込んでもらうためだったのよ。そうすることであなたたちが聖竜になれる確率を底上げしたってわけね。じゃあ3つの聖殿を巡礼して魔女と竜の秘密を解き明かすとかほざいてたのは。ええ、その通り。あんなの私がでっち上げた口実に過ぎないわ。本当はあなたたちに聖殿の守護竜を食べさせて聖竜になってもらうのが狙いだった。だから結界なんて最初からなかったのよ。私たちを聖竜の候補にするために。嘘だろ。そんな揃いも揃ってショックを受けちゃってるみたいね。だから私、あなたたちのうちの誰かが聖竜になる時まで伏せておこうと思ってたのに。でもまあ遅かれ早かれ話そうとは決めてたし、だったらこれが天命ってことかしらね。だけど悩むことなんかないわ。あなたたちの誰かが聖竜になれば魔女は人間として生きられる。それどころかこの世界すら救えるの。どう？素敵でしょ？聖竜になれば自分だけの犠牲でみんなを救うことができる。そういう
ることだったら進んで犠牲になるしか。待て、結論を急いではダメだ。何よ、せっかく話がまとまりかかってるのに。シャルロッタの話が真実だと確定したわけじゃない。俺たちを混乱させるために言っているとしたら、彼女の思うツボじゃないか。あら、まだ受け入れられないのね。それならもう一つ教えてあげるわ。魔女の森の外れに巨大竜の骨があるでしょ。聖域のねぐらにある原初の竜の骨のこと？そうそう。でもあれって原初の竜じゃなく、聖竜になり損ねた魔女の亡骸なのよね。知性を持ったまま竜になったんだけど、竜になった直後人間に殺されちゃったのよ。骨に残留した魔力が結界のように作用して、魔女以外を拒絶するのに都合が良かったから、バルニールが魔女の苗床として利用していたわけ。まあデスカルネバーレのせいでバルニールの弱体化が進んで生命の宝玉は実らなくなっちゃったけど。知性がある竜はどうして神殿にいるんですの？二度も偶然採用の間の前にいるなんておかしいですわ。あの奥に本当に何か他に手がかりになるようなものがあるんじゃ。残念だけどそんなものは存在しないの。間違ってエビル・レイブンに駆られないように私があそこで餌付けしてるのよ。星の神殿は分かりづらい場所にあるから誰かに見つかる恐れはない。竜だって餌が届けられると分かればあの場所を動かないわ。そうでしたのね。さあ他に聞きたいことは？シャルロッタ、あなたは一体何者なの？言ったでしょ、私はデスカルネバーレを引き起こした極炎の魔女だって。星の真実を知ってしまったために絶望して魔女という死を根絶やしにしようとしたの。まあ今は昔ほど血の気は多くないつもりだし、新しい聖竜を生み出すことで少しでも状況を改善しようって考えてるわけなのよ。今さら罪滅ぼしのつもりか。信じがたい話ではあるが、シャルロッタの言ってることは筋が通っているでしょ。これでやっと私の言葉が真実だって理解してくれたかしら。仲間を守るためには聖竜になるしかないってことか。待てカリカロ、決断を早まるな。最後まで諦めてはダメだ。この後に及んでまだそんなこと言うの？さすがに見苦しいわよ。見苦しかろうがなんだろうが、生きている以上どこまでも抗い続ける。他にも方法があるかもしれないのに諦められるか。心配しなくてもあなたは聖竜候補にはなれないわ。ミソッカスなんだから放っておいてくれない？こんなに不安定な状態のミネッサたちを放っておけるわけがないだろう。こうなったら。まだ肉はたっぷり残っているな。あ、おいゼフィ、お前急にどうしたって言うんだ？俺だって魔女だ。だったら俺も聖竜になれるかもしれない。だから知性ある竜の肉をたらふく取るんだ。何言ってるのよ。無理って言ったでしょ。あなたは突然変異の男魔女なんだから、聖竜になるなんてできっこないわ。男魔女が聖竜になれないなんて誰が決めた？ミネッサたちを竜にするくらいなら俺がなってやる。あなただけにそんなことはさせられないわ。ミネッサ。あら、まさかあなたが自分から食べてくれるなんて思わなかったわ。言っておくけど諦めるつもりはないわ。誰も犠牲にならずに済む方法を必ず探してみせる。でも今はこうするしかないと思うから。ミネッサ。
私も。そうそう、その調子よ、ラボネット。さあカリカロ、あとはあなただけよ。へえ、この後に及んでも我が身が可愛いの。他の三人が同胞のために必死になってるのに、大したものね。ごめん、ミネサ、ラポネット、ゼフィ。気にしないで、カリカロ。ええ、その通りですわ。無理する必要なんてありませんもの。ああ、早く終わらせて、ネグラに帰ろう。今の彼女たちは、精神的にとても危うい状態だ。もし俺が立ち去ったら、彼女たちはどうなってしまうのだろう。よし、決めた。騎士団に戻れなくてもいい。俺は最後まで彼女たちを支える道を行こう。決めた以上は迷わない。これが俺の歩むべき運命だ。ただいま。みんな、おかえり。おかえり。ただいま。いい子にしてたか。モネはいつもいい子なのです。もう子供扱いしないでよね。ご飯はもう食べたのか。お、うん、カリカロ姉が作ってくれてたシチューを温めて食べたから。とっても美味しかったよ。そう、私たちもさっきとびきり美味しいお肉を食べたばっかりでお腹いっぱいなのよ。シャルロタ。はいはい、以後は自重しますよ。最近はシャルロットもカリカロたちとの距離が縮まったように思えたが、これで元通りだな。ねえみんな、よかったら今から何かしない？何かってなんだ？冒険ごっこか？ミネッサね、その言い方じゃよくわからないよ。あ、ごめんなさい。せっかくこうしてみんなが揃っているんだから、何か楽しいことでもできればと思ったの。さっきのシャルロッタの話があったからか。いつ自分がどうなってもいいように今のうちに思い出を作ろうとしているのか。あ、そうだわ。考えてみればまだゼフィーのお祝いをしてなかったわね。俺のお祝い？ミネッサね、どういうこと？私たち、ゼフィーの歓迎会をしてないのよ。せっかくこうして仲間が増えたのに。え？さすがに今更すぎない？確かにな。俺なんかに歓迎会は必要ないさ。ちょっと、そういう意味じゃないってば。話は最後まで聞きなさいっての。その、あんたはもう私たちと一緒に暮らしてるでしょ。つまりもう家族みたいなものじゃない。家族。ファルは今さら歓迎会を開くまでもなく、ゼフィーを家族の一員として迎え入れているって言いたいのですわね。くすぐったい気分だな。自分が思っている以上に嬉しいのかもしれない。なるほどね。ファルの気持ちはよくわかったわ。もちろん私だって同じ気持ちだけど、でも家族だと思っているんだったらきちんと態度にも出さないとダメじゃない？態度って？そうね、例えば呼び方とか。そうですね、呼び方とかですね。ハルちゃんもお兄ちゃんって呼ぶのですよ。おい、その辺にしてくれ。
ファルが困ってるじゃないか。俺には気を使わないでいいからな、ファル。うん、ありがとう。そのお兄ちゃん。ジェフィーはお兄ちゃんって今日だけなんだから。自分の部屋に逃げてしまったみたいですわ。よっぽど恥ずかしかったんだな。さあ、パルで遊ぶのは終わりにして、今からジェフィーの歓迎会をしましょう。みんな手伝って。分かったのですよ、ミネッサちゃん。げ、おいゼフィ、お前の歓迎会なんだからお前が用意しろよ。ああ、俺は何をすればいいんだ。ああ、ほんと、とことん明るいというか、底なしのおバカさんばっかりというか。何してるの、シャルロッタ。あなたにも手伝ってもらうわよ。そういうのも悪くないわね。体の奥から眠気が湧き上がってくる。今日は一日ひたすら動き回ったしな。あ、今日は満月か。団長の取引に応じるなら、次の満月の夜、日没までに鳳凰町へ出頭するという話になっていたが、日没までも何も、とっくに日は暮れていたな。ここにいる魔女たちは俺を仲間として、そして家族として受け入れてくれた。俺の帰る場所はここなんだ。コハンヌか。この時間になっても現れぬとあっては。まあ仕方あるまい。還元に労されぬだけの知恵があったということだ。申し訳ありません。このコーベリア、一命を賭してもあの者を捕らえ連行してまいります。今しばらくのご猶予を。お前がそこまで言うのならば期待してもよいのだろうな。は、もちろんでございます。ん？では成果を楽しみに待つとしよう。こわっこっこっこ。見ててね、ミネッサ姉たち。頑張って、パル。ほら、気合を込めて打ち込んできなさい。もちろん。やあ。甘いわ。まだまだ。あら、なかなかやるじゃない。キャッ。わあ、一本入ったぞ。すごいですわ、ファル。あそこから強引に体勢を立て直し、三撃目を打ち込むとはな。体幹が以前よりずっとしっかりしているな。ええ、驚いたわ。まさかファルがこんな短期間でここまで腕を上げるなんて。どう、シャルロッタ、守られるばかりの私じゃないってこと証明できた？そうね、技術は正直まだまだだけど、根性だけなら本物だと思うわ。それじゃあ。いいわ、ファル、あなたの師匠を務めてきたこの私がお墨付きをあげる。今のあなただったら姉になる資格があるわ。私たちの巡礼についてきなさい。え、いいの？
よく頑張ったわね。これなら一緒に来てもいいわ。私たちと一緒に戦ってちょうだい。本当？私足手まといにならない？あら、尻込みするの？それだったらファルは今まで何のために頑張ってきたって言うのよ。大丈夫だファル、今の君だったら以前のようなことにはならないし、俺もちゃんとサポートする。だから一緒に行こう。ゼフィー。ゼフィーだけじゃないわ、私たちだってサポートするわよ。ああ、援護は任せろな、ラポネット。ええ、もちろんですわ。ミネッサね、カリカラね、ラポね。さあ、そろそろ決断しなさい。どうするの？私は、うん、わかった。私、今日限りで妹を卒業する。今日から私、姉になるわ。ファル、よく言ったわね。私、胸がいっぱいですわ。あのファルが、とうとう。そうと決まったら、ファルに自分一人の部屋を用意してやらないとな。え？私一人の部屋？だって、うちのねぐらでは姉になったら個室になるのが決まりでしょ。もしかして妹部屋を出ていくのが寂しいのか？そんなわけないじゃない。わかったわ。じゃあ私も今日から私一人の部屋を持つってことで。あの頼りなかったファルが姉か。なんだか感慨深いものがある。家具、動かし終わったぞ。お疲れ様、ゼフィ。他に移動させておきたいものはないか？ううん、これでもう十分だから。ありがとね。ガタガタうるさいけど、ファル、何やってるの？なんだ、ゼフィで遊んでるのか？ファルちゃん、遊んでるんだったらモネも入れてほしいのです。別に遊んでるわけじゃないわよ。実は私ね、今日から姉になるの。だから一人部屋で暮らすことになったってわけ。ファルちゃん、お姉ちゃんになるのですか？すごいじゃないファル。ファルが？大丈夫なのかよ。ファルねえって呼んでもいいわよ。さっきは戸惑っていたようだが、なんだかんだで姉になれたことが嬉しいみたいだな。よし、引っ越し完了よ。姉としての初仕事、お疲れ様。ゼフィーが手伝ってくれたおかげで早く終わったわ。力仕事なら得意だからな。何かあったらいつでも手伝うぞ。うん、ありがとう。このところ良くないことばかり続いていたけど、たまにはいいこともあるのね。ほっとしたわ。え、そうですわね。昨日はだいぶ動揺が残っていたが、もう落ち着いているな。ショックを引きずっている様子はなさそうだ。俺もねぐらに残るという決断をして心の整理がついた。ただ唯一の気がかりといえば、一つ伝えておく。なんだ？真偽は定かではないが、法王庁が動いている。部下を使ってお前の成果を調べたそうだ。なんだと？法王庁としては魔女になったというお前の素性を把握しておきたいというところだろう。何かが見つかるとは思えないが、
自分の成果が荒らされるというのは正直気分のいいものではない。ゼフィ、どうかしたの？心ここにあらずって感じだけど。え、そうだったか。さっきからずっとぼーっとしてたよ。大丈夫か？何か気になってることがあるんなら遠慮なく話してくれよ。お前ここ最近様子がおかしかっただろ。カリカロにバレていたとは。今までなら彼女たちに悩みを打ち明けたりしなかったが。ゼフィ、少しはあなたも私たちのことを頼ってくださいな。ああ、そうだな。こういう時仲間になら話すものだろう。実は前にグラント会った時に言われたんだ。法王長が俺の成果を調べていたと。へえ、矢探しされたのね。まあ向こうとしては当然の措置なんでしょうけど、荒らされていい気はしないわよね。ああ、そこで無理を承知でみんなにお願いがある。できるだけ早く戻るから様子を見に行かせてほしいんだ。だからその次の聖殿に行くのはそれまで待ってくれないか。ゼフィ、わかったわ。一つ教えてほしいのだけど、あなたの成果ってどのあたりにあるの？南アジュールだ。町からも森からもかなり離れたところにある。数日はかかってしまうだろうな。ああ、そこね。それだったら最短で往復できるルートがあるわよ。何？それは本当か？ええ、食材の荒野を通っていけばいいのよ。食材の荒野だって。人間はおるか、魔女でさえも定住できなかったという不毛の土地のことだろう。そんな、あんなところを通っていくなんて。近道といえど無茶が過ぎると思いますわ。でもグズグズしてる暇はないでしょ。それなら少しでも早く行ける方がいいじゃない。ああ、そうだな。よし、そこを通っていこう。おいおい、待てって。それはさすがに無謀すぎるぞ。だが。いや、最後まで私の話を聞けって。凶暴な竜がうろついてるって分かっているのに一人で行くことはないだろう。そうね、カリカロの言う通りよ。私たちも一緒に行くわ。そんな、待ってくれ。これは俺個人の事情なんだから、君たちを危険に巻き込むわけには。いいえ、お供いたしますわ。もうあなたはこのねぐらの家族ということは先日の宴で分かっていただけましたわよね。だから遠慮なんてしないでくださいな。そうそう、そういうこと。あなたの家に行ってその足で直接最後の聖殿に向かいましょう。それであれば無駄もないはずよ。みんな、すまない、ありがとう。話は決まったかしら？じゃあ早速支度にかかりましょう。当然私もついていくわよ。仲間外れなんてごめんなんだからね。ええ、頼りにしてるわよ。たっぷりコキ使ってやるからしっかりついてこい。お、うん、わかった。感謝しなさいよ、ゼフィ。はあ、我ながら得難い仲間を持ったものだ。彼女たちの思いに応えられるよう今後も努力しないとな。
随分と乾いた風だな。それだけじゃなく、妙に生暖かくてムシムシしてないか？そうね、確かに。ただ立っているだけで何とも言い難い不快感が募ってくるわ。無理もないわよ。昼は暑く、夜は寒い。雨はほとんど降らず、植物もろくに育たない。人も魔女も定住できず、竜がはびこるばかりの極めて危険な土地だもの。例えるなら、竜の胃の中にすっぽり入り込んだような感じかしら。なるほど、言えて妙ですわね。今更ですけど不安になってきてしまいましたわ。無事に通り抜けられるといいのですけれど。そうだよね。さすがにこの光景を見た後だとあんまり威勢のいいことは言えないかも。予想以上の土地だが、険しい道のりだからこそ挑戦のしがいもあると思うぞ。あら、頼もしいわね。要は気の持ちようってことだな。不安を感じるから踏みとどまるか、不安を感じても踏み越えていくか。私としては常に後者を選ぶような自分でありたいわね。ネッサね、そうだよね。よし、頑張っちゃうんだから。ではそろそろ行くか。細心の注意を払いつつ大胆に進みましょう。